はいどうも、ビスケンです。今日はですね、響けユーフォニアム特別編アンサンブルコンテスト見てきました。おお、これね、もう京アニの久々の4年ぶりですかね。はい、4年ぶりの作品ということで、ファンの方々がね、めちゃくちゃ楽しみにしてた作品だと思うんですけど、いやこれね、2019年に前回の映画が放送されて、まあ京アニが事件でいろいろあったじゃないですか。はい、そっから2023年のこの夏に放送されたということで、はい、まあ、めちゃくちゃ楽しみにしてたわけです、その形は。いや、なんかイメージとしてはやっぱり京アニで、うん、P さんから勧められた最初の作品が軽音なんですよ。軽音か、軽音でしたっけ。軽音か。で、軽音の流れで結構今回も、まあ、吹奏楽なんで楽器使うもの、あ、そうすると、そう、ね、京アニのやっぱ得意分野なんでしょうね。いや、勧められたことないですよ。え、響けユーフォニアム。いや多分ね、何回か言ったんですけど、やっぱなんか中田さん今キー作品流れちゃってるからね。まあ、僕ね、やっぱ最初のオープニングで、はいはい、ユーフォニアムが見れるっていうことが高揚してきちゃって泣いちゃったんですよ。いや、ツイッターで書いてましたけど、あ、別にその感動する話があって泣いてんじゃなくて、でもう勝手に、そう、ユーフォニアムがユーフォニアムを映画館で見れてるっていうことに対して泣いちゃったんですよ。で、俺でもそういう気持ちの人いるかなと思ってちょっと周りを見渡したんですけど、はい、僕の周りにはいなかったんです。でも、泣いたよっていう人いたらちょっとコメントください。俺ね、本当にその感動があって、はい、泣いちゃいましたね。もう嬉しかった。だからただ親目線じゃないですか。いや、親目線もあるのかな。まあでもファン目線というか、活動休止から、はいはいはい、そうそうそう、4年ぶりに復活しましたよみたいな感じなのかなと思ってまして、ほんとね、まあでも嬉しかったですね。もうその気持ちが勝ってましたね。その、僕が大好きな作品の、なんていうんですか、傾向ってわかりますか？え、だってラブコメが多いじゃないですか。そうね。まあ可愛い女の子が出てくる。はい、そうですね。あとは、うん、その自己犠牲系のストーリーが出てくる。はい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 、はい。まあすごいですよね。あとはほら、もう一個あるでしょ。成長ですよ。ああ、はい、はい。成長系がね、僕すごい好きなんですよ。はい、で、今回はね。もう一回ありました。え、中学生。あ、中学生ね。あれ、今回はバンされちゃう、バンされちゃう。これ、高校生。高校生。あ、高校生。これは高校生。残念でした。いやいや、何が残念なんですか。いやね、まあ、その、成長系に、今回はその、青春系というか、はい、ジャンルとしては、はい、まあ、分類されるものになるんですけど、いや、ほんとね、まあ、そのストーリーでももちろん泣かせていただきました。それなんでかっていうと、ファンとしては、この今までの、この響けユーフォニアムって、まあ、ストーリーが中軸にあって、そのストーリーを見て楽しんでたんですけど、今回のこの特別編に関しては、まあ、スピンオフみたいな感じで、はい、ユーフォニアムの世界観の短編作品で、かつ日常系みたいな感じなんですよね。イメージとしては、だから、その、コンテストが、可否がどうにしても、本軸には、その、影響されない。まあ、影響されないに近いですね。うんうん、なので、その、今まで出てきたキャラクターだったり、出てこなかった、日の目を浴びてなかったキャラクターだったりっていうのが出てきたりとか、で、その、主人公のね、クミコちゃんとかっていうのも、なんか、今まで見ることができなかったクミコちゃんっていうのを見ることができる、補完的な作品だったかなと思いまして、なんか、それがね、めちゃくちゃいいなと思いました。で、特に、クミコちゃんって、はい、結構、もうガムだったらめっちゃもう噛まれてるんですよ。だってもう2期アニメやって映画3本やってるわけですから、うん、でも今回見てまた新たな一面見れたの、あっぐらいまだ味出るこいつみたいな。もうキャラ変しちゃってるわけじゃない。キャラ変してないの。あ、もうね、成長なんですね。成長なんですよ。これがね、本当に見どころかなと。で、僕クミコちゃんってそのいろんなアニメの中で見てきた中で主人公としては別にそんな好きではないんですよ。あ、そうなんですか。顔とかが、はい、あ、まあ、推し違うって言ってました。そう、推しはその親友のレイナちゃんなんですけど、はいはい、なんですけど、そのクミコちゃんがやっぱ主人公で、もうこの子の話を見てるわけなんで、はい、まあ見るは見るんですけど、やっぱあんま好きじゃないですよ。でも、この作品を通して見ると、クミコちゃんがいないと始まらないな、とか、あ、クミコいいなとか、で、クミコちゃんに今回も泣かされたわけなんですよね。はいはい、なので、本当にね、この主人公独特っていうか、この飽きさせない魅力がね、本当に素晴らしいと思いましたね。話では、うん、部員もたくさんいて、うん、いろんな人の人間関係もやるわけじゃないですか。そうですね。でもやっぱり、クミコちゃんの。そうなんです。話に。基本的にクミコちゃんが、絡むんですよ。その、相談とかを受けたりだとか、はい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 、あとはその、楽器のね、うまくいかないとかっていうところとかも含めて、評価みたいな。あ、みたいな感じ。あ、はいはいはい。を見るんですけど、で、クミコちゃんがね、その成長してるなと思ったのが、やっぱその相方のね、レイナちゃん、僕の推しのレイナちゃんが、結構きつめの性格で、楽器とかで、なんかその変、正体がね、うまくいってない時に、その子は、ちょっと強めに当たることしかできないんですよ。でも、クミコちゃんは、
部長だからこう優しくね、いろんな面から見て解決しようとするんですよ、うん、自分が部長でよかったのかなっていう葛藤とかもあったんですけど、あ、自分が部長でいいんだよっていうのをこちらに見せてくれる制作人、素晴らしいなと。ああ、だからなんで部長として選ばれたのか、今回答えが出たってことですか。そうそうそう、に、まあその答えの一環が出たかなというところで、これね、なんと脚本を見てみたら、まさか原田純喜さんでした。原田純喜さんです。あ、のげのらの人です。のげのらの人。はい、もう原田純喜さんだったんで、すごいです、ね、それは安心だなと。僕見ないとダメですね。あ、見てほしいです。やっぱり検温見ないとそっち行きます。響けユーフォニアムの方が入りやすいと思いますね。なんか日常感はないみたいな。あ、じゃあいいですね、うん、本当にね、綺麗で、あのバイオレット・エヴァーガーデンを見てるような感覚にちょっとなります。おー、うん、にあれになんかこう青春が付け加えられたような、僕はね結構ああいうのがすごい好きで面白かったですね、本当に。で、今回の映画の最後で、来春ですね、春、はい、に、3年生編がやると、やりますよと言ったら甲子園じゃないですか、はい、3年生の夏の甲子園みたいな感じなんで、うん、まあ、絶対面白いわけですよ、うん、でそこでどんなドラマが待ってるのかなっていうのはやっぱそのアニメをね見てるファンの人たちはもう気になるところなんで、これがねなんと4年ぶりに公開された今回の作品から、はい、なんと半年後に公開されると。まあその劇場版なのか分かんないですけど、もしかしたら3期でね3年生編をやる可能性もあるし、まあ、それだったらそれでねさらにファンとして熱くなる展開だと思うので、あのぜひ皆さん、あのユーフォニアム見たことない人はこれを機に、はい、あのユーフォニアムの1期から見ていただき、今回のね特別編を見てほしいなと思います。はい、最後に、はい、得点いただきました。お、これねまだ開けてないんですけど、はい、なんかね書き下ろし小説みたいなんですよ。で 3種類あるみたいですね、キャラクターのやつが、でまたちょっと今回僕の好みを言わせていただくと、久美子ちゃんと玲奈ちゃん、僕の推しのね、はい、そう、主人公と僕の推しの、せーの、かなでちゃんや。かなでちゃんや。全然喜んでないじゃん。